よう、お前ら、俺様だ。ちょっとね、防災無線が入っちゃったんでね、だいぶ待たされたんですけど、早速動画撮りましょう。今日もレシート紹介ですね。はま寿司。これは鹿島市のはま寿司ですね。これね、この日、アイリスラーメンさんがね、なんか、鹿島市内で、なんだっけ、なんとか商工会、なんとかパーティーみたいなので、出し物をするからと思って、俺様この日、祝日だったんでね、休みで見に行こうかと思ったんですけど、ちょっと電車自撮り動画に時間がかかってしまって、その、なんかイベントは3時までだったんですよ。3時にそこの鹿島のそこに着けそうになかったんで、まあしょうがないからね、それは諦めて、鹿島じ、水戸駅から乗って、鹿島神宮駅まで、自撮り動画を撮っててですね。で、まあしょうがないから、まあ鹿島神宮駅で降りて、はま寿司でね、撮って、はま寿司で食べてたんですね。まあ、回転寿司屋なんでね、もう一皿ごとにね、もう動画撮れたんで、もう動画いっぱい撮れてね、すごい良かったんですけどね。ちなみにこれ、なんだな、12皿かな？ 12 皿ってことは12個動画撮ってるってことですね。はい。で、その後ね、ちょっとアイリスラーメン行こうかなと思ってたんですけど、なんか閉まってたんでね、ちょっと、まあしょうがないんで、そのまま帰ってきました。もうどうやらなんか、次の日動画見たらね、どうやらなんか事故ったらしくて、ね、まあ多分それでお休みしてたんですかね。はい。まあということでね、はま寿司でした。今度はね、ちょっと、あれですね、山口店長と行って、一人でだとね、なんか動画撮るのね、ちょっと恥ずかしいんでね、一皿ごとね、また動画撮りに行きたいと思います。はい。それでは、さようなら。ボーボー。ボー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 。ぼー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 。